登録者100人突破。お料理も動画投稿も初心者のオリチルチャンネルがここまで来れたのは視聴者の皆さんのおかげ。ということで今日はタコスパーティーでお祝いよ。パーティー、祝賀、記念、親睦などのための集まり。お姉さん今日の参加人数は一人よ。一人でパーティーと言い張る勇気。いつかはいろんな人とコラボできるようになるにょん。にょん取られた。今回はトルティーヤ生地とタコミート、あとタコスに欠かせないサルサを作るわ。早速生地作り。今回は材料が多いから紹介はなしにょんにょん。にょんの主張をするあまり腕が伸びそうになってるわね。まずはボウルに、強力粉と薄力粉を1対1の割合で投入。しっかり反射しなそうなボウルを使ってるあたり、成長が見られるにょん。今見たら危なすぎるでしょ、このボウル。使ってみたらこれの方が反射してるっていうね。退化してるじゃん。そしたらオリーブオイルをほんの少し、持ってる人はラードを使うと風味が出るわね。チャーハンとかハンバーグに使えるからあると便利にょん。入れたら生地を混ぜて、3回ぐらいに分けて水を入れる。もちろんお水を入れるたびに混ぜてね。しばらくこねてると生地がまとまってくるから、打ち粉して室温で30分置いておくわよ。こうしておくと、生地がいい感じになって美味しくなるわ。根拠がふわふわすぎる。そしたら次にサルサ作り、突っ込まないわよ。タコミートに使う玉ねぎも一緒に下処理するわよ。玉ねぎは軸のところを取って、繊維に逆らうようにみじん切り。今回は一人分だから手で切ってるけど、パーティーする人はフープロでやった方が楽ね。みじん切りにした玉ねぎは耐熱皿に移して、キャップをして600ワットで1分チン。レンチンすると玉ねぎの辛味も取れるし、炒めた時に飴色になりやすくなるにょん。続いてピーマン、トマトもみじん切り。とにかくみじん切り天国よ。なお切れ味が悪いと地獄になる模様。そこはほら、私ドンキ使いだから。料理に火力を求める時代。地獄から脱出したら、ボウルに入れて塩をかけて20分放置。こうすることで野菜の水分が出て、しんなりするにょん。本当は水分抜けてから入れるレモン汁とタバスコ。野菜の水気切ってから入れないと、タコスにした時に必ず垂れるから気をつけて、失敗しすぎでしょ。うち一回は白シャツに垂らして、血の涙を垂らしたわ。涙が粘性なことある？ラストはタコミート。ニンニクをみじん切りにして、オリーブオイルを敷いたフライパンに入れる。温まってきたら玉ねぎを入れて、すぐ塩を振る。早めに塩を入れることで、ここでも水分を出そうとしてるにょん。そして玉ねぎが入ってからは強めの中火。とにかく玉ねぎに失血ダメージを与えていくわ。やはり失血は正義。動画だとめちゃ触ってるけど、ビビって触りすぎないことが重要にょん。この間にひき肉に下味をつけておくといいわね。玉ねぎが飴色になったら、なってるか？うちの飴は白ぶどう味なの。そこは別行飴であってくれ。玉ねぎが飴色になったら、ひき肉を入れて色が変わるまで炒める。色が変わったら A を入れる。クックパッドでよく見るやつ。オレガノ、クミン、コリアンダー、カイエンヌペッパーを入れて混ぜ混ぜ。途中でケチャップとウスターソースを入れて、しばらく炒めたらタコミートの完成。この時点ですでに深い香りがしてくるにょん。そしたらいい感じになった生地を4等分にするわ。5等分だと論争になっちゃうからね。4等分にできたら、いよいよ伸ばしていくわよ。端を切った保存袋を用意して、フライパンでこう。するといい感じに伸びてくれるわ。撮影ミスって手が入り込んじゃってるにょん。まだ初心者だから許して。本当はどうやってたの？実際はフライパンの上から体重乗せてゴリゴリやってたわよ。努力は隠すスタイル。YouTube なんだから流せばいいのに。全部の生地がぐるっとできたら焼いていくわ。シワにならないよう、慎重にフライパンに乗せてね。お姉さんこれ何？シワですね。不器用にも程がある。そしたら表面がカサカサになるまで焼いて、全部の生地を焼き切ったら、完成。早速トルティーヤにタコミートとサルサを乗せて、いただきまーす。これは、コーラが飲みたくなる味ね。あまりの美味しさに過剰エフェクトになってる。見づらいからやめてください。ダイエットはもういいの？ああもう知らん知らん。これ食べたらそんなのどうでもいいわよ。ダイエットを放棄する美味しさ。タコミートとトルティーヤだけだと少し重いけど、サルサのおかげでたくさん食べられるにょん。今回紹介したのは基本になるタコスの作り方だけど、パーティーの時はワカモレとかチーズとかでアレンジするといいわ。今回もパーティーじゃないんですか？一人でパーティーですか？一人でパーティーできるほどメンタル強くないわよ。悲痛な叫び。でもそれはそう。次の記念こそパーティーをするべく、今後も頑張っていくわよ。これからも応援よろしくね。リリーちゃんが締めるの？